で、いやーってなった。まあ、降りることにはなってなかったらしいんです。で、降りてったんで、わ、はい、ーってなっちゃったのかな。で、なので、まあ、ちょっと気をつけましょう。上げた方がいいですよね、みたいな話を時間があればしていただいて。あまり得意ではないですけど、イベント、行事みたいな印象なので、ワクワクとか、うずうずして、目が覚めるかな。今日とか本当にスッキリ起きられました。直接アナウンサーさんの思ってること感じてることっていうのをお聞きできたりして、番組の中でもその臨機応変に内容をいかに正確にお届けしていくかっていうこの部分に関しては、それこそ声優業で言えばラジオ等に活かせるスキルでしょうし、皆さんの姿を拝見しててとても尊敬しますね。さらにサビの振り付けにはこんな秘密も。ふわふわ、ほんとだ、すごい。あ、もちもちですね。おいしい、おいしい、すごい。あ、すごい。緊張感はありますけど、不思議と緊張はしてないかもしれないですね。朝のふわーってしたままいるのかもしれないですけど、早くこう目覚ましファミリーに受け入れてくださったからなのかなとも思います。すごく落ち着いて出演させていただくことができました。